どうもどうも皆さん、はい、特撮ヒーローワールドのフジャンでございます。はい、1週間ほどね、動画をお休みさせていただきまして、大変申し訳ございませんでした。今日紹介させていただきますのはこれですね。何でしょうか。早速、開けていきたいと思いまーす。というわけでね、今日紹介させていただく商品は、こちらでございます。ウルトラマン HG シリーズパート2ということでね、全6種類、前回紹介した第1弾の続きでございますね。はい、パート2でございます。セブン、エレキング、キングジョー、ゴモラ、ウルトラマン、ネメフィラ星人というふうに、まあ結構割と初期のキャラクターたちがね結構入ってるんですけど、楽しみですねこれ。というわけで早速組み立てていきましょう。せーの、はい、イエーイ。というわけで組み立て完了しました。見てください、これもねまたすっごいもうリアルですね。エレキングね、なんかちょっとだいぶ汚れちゃってるんですよね。新品なんですけど、これは仕方ないとしても造形は素晴らしいです。こちらメフィアス星人ですね。これも顔がまたそっくりですね。このなんか魅惑のヒップがすごく強調されております。最高の出来ですねこれ。はい、ゴモラです。なんか色分けはそんなに細かくないんですけども、ちゃんと再現されてますね。この鋭い目つきとかね、これ初代ゴモラ特有の目つきですね。これはすごくこだわって作ってるなっていうのが分かります。はい、次はキングジョーです。このキングジョーもすごいリアルですね。胸のこのライト、これがまたすごく細かく色分けされております。こいつとかもね、メフィラス星人もそうなんですけどね、台座なしでもちゃんとしっかりこう自立するんですね。これはなかなか嬉しいポイントでございます。いやいや、これもすごくいいですね。はい、次はウルトラマンでございます。これは一応ね B タイプでございましてね、まあこのシャープな造形とか、あとはこのつま先の尖ってるところでもこれちゃんと B タイプって区別できますね。やっぱりこれはすごい、ウルトラマンって3タイプ顔があるので、やっぱりそれぞれの特徴とかをはっきりと再現してもらわないとですね、どのタイプのウルトラマンかいまいち分からなくなるんですけど、これはもう特にちゃんと作られてますね。これはもうこの顔見たらどう考えても B タイプってもう分かるでしょ、これも。あとこの後頭部のラインとかもですね、しっかりと塗られてます。はい、次はウルトラセブンです。これもね、小さいながらにもなかなか再現できてると思いますね。顔がね、これ結構面白い造形してます。でこれ一応アイスラッカーも取れますね。はい、こんな感じになっております。上にはね差し込むところがなくて、この後ろの穴だけでつけます。なのでちょっとね、浮いてしまうようにも見えるんですけども、こうねしっかり押さえ込めば、まあ、割とねちゃんとついてるように見えますんでね、あんまり問題はないです。はい、というわけで今回もなかなか素晴らしかったですね。もちろんパート3も購入する予定なのでね、あれはすごい楽しみですね。いやいやいや、これ全部でパート50、60ってあるんですよ。すごく長い道のりなんですけどもね、まあ、ネタが尽きないのですごい動画投稿者としてはなかなか美味しいんですけども、頑張って全部コンプリートを目指しますので、まあ、もちろん限定品もちゃんと購入する予定でございますので、長いスパンで、レビュー続けていきます。ではではまた次回の動画もお楽しみに。以上、フジャンでした。さよなら。